バカバカ TV イエーイ、クラシック最終日菊花賞来ました。菊花賞の過去5年のレースを一緒に見ていきたいと思います。ということでどうぞ。最後に18番のグローリーベイス、グローリーベイス2018年ですね。フィエルマンスタートしました。一番いいスタートを切ったのは4番ジェネラーレウド。ジェネラーレウドはねバチクソ逃げるんですね。まあこの時ね、まあ、その後ろ5番手10番のアフリカンゴールド向こう正面に入れました。馬群の中に6番の名将鉄痕、その外12番のフィエルマン、7番に早めの競馬です。インコース1番のアイトーン今日は行けません。その後に9番エタリオを早くも進出、7番ユーキャンスマイル、2番人気のエタリオ、3番のブラストワンピース、今イントネーションがね星野源と一緒ということで、そうですね。フィエルマンねここから7番人気なんですよね。ラジオ日経賞、ラジオ日経ねいい競馬しててちょうどこの時僕そうですね、そしてそこからじわっと10番アフリカンゴールド、さらに9番のエタリオを早めの進出、これに連れて3番ブラストワンピース、やっぱね無理っすよ。3000メートルはからねフィエールマンが来て、でまあデムルメで争うんですけど、最後にやっぱりね武豊ジョッキーが3着くんすよ。やっぱユーキャスパーやっぱ武豊氏やっぱりね絶対押さなきゃいけないんですよ、このね長距離は。本当に92フィエールマンかゴール、9番エタリオと並んでいます。その後3着にユーキャンスマイル、前にと並びました。いやいいレースでした。2019年名将天元収まってスタートしました。こっちも、ね、さあ先行争いです。徐々に隊列が崩れてまいりますが、何がいきますか。ユニコーンライオンか、しかしバンケドミンゴ、カウディーヨ、ベロックスだからサートルナーリアの世代ですよね。各馬が先行争いから坂を駆け上がります。あとは4番のユニコーンライオン、外13番ベロックス、さらに外18番の名将天元が追走して、5番ワールドプレミア、その直後さあ向こう上面へと入っております。さあ先頭ですがカウディーリオ、そしてバンケドミンゴは現在2番手、ライオンは3番手、ユニコーンライオンです、そしてベロックス、そして外をついてタガノビアモンテが動いていった、連れてフォーサービル、各馬3人コーナーの中間地点とかかって残り600を通過いたしました。さあ前の争いですが、今度は外からタガノディアマンテ動いていった、タガノディアマンテ動いていった、内応戦するのはカウディーリオ、バンケドミンゴ、第4コーナーからさあ直線に向かいました。大外に持ち出しているのはさあタガノディアマンテ、ワールドプレミア間からベロックス、間からベロックス、ワールドプレミア、内応戦するのが10番のカウディーリオ、さらに大外をつきましてはさあゼッケン6番のディヴァインフォースなど足を伸ばしてくる、大接戦だ大接戦だ、ここで抜け出したワールドプレミア、ワールドプレミア、外からは14番のサートノルークス、サートノルークス、ワールドプレミア、サートノルークス、ワールドプレミア、サートノルークス、ワールドプレミア押し切った、ワールドプレミア勝ちました。ワールドプレミア勝ちました。最後サトノルークスの追撃を体半分しのぎ切っています。勝ち馬コース量好天京都競馬場2000年、ね、勝の枠入りが終わります。きつくのを待ってスタートしました。コントレイル好スタートを切りました。ね、まずは1周目3コーナー坂を。無観客でしたっけ。あでもこの時はスタンドだけ入ったのかな、まあ、そういう、まあ、コロナ禍の参加ですよね。先頭に立ってリードを3馬身4馬身と広げていきます。まあ、コントレールはね、まあ、コロナ禍に発生、まあ、コロナが発生して誕生したね、まあ、三冠馬ということで、先頭は17番のコントレイルも、まあ、結局、まあ、ディープですからね。ディープボンド全然ここ仕事してない感じですけどね。アリストテレスが、まあ、エピファネイア3区でというあれなんですけど、これねまたフィエルマン7番人気持ってきてるルメール先生やってほしかったですけどね。アリストテレス直線コースに入りました。三冠馬生まれるときって圧勝がまあセオリーだと思うんですけど、こんなにハラハラする三冠馬は本当いいっすよね。いけいける、させる、いけいけ、そう、いけいけ、ルメール、三番コントレイルが出た。まあでもここで体勢消しちゃうんですよね。コントレイルかアリストテレスか、コントレイル、首さん、コントレイルだ、ゴールイン、7戦7勝無敗の三冠達成。ディープインパクトがなくなった最後に場内から大きな拍手、うん、18番ゲートに収まって次は阪神で行われている、ま、アングルがちょっと違いますね。スタートしました、揃いました18頭、
タイトルホルダー、まずは最内3番タイトルホルダーが気合をつけて先頭に立ちます、まあね、そのうち1番、まあ、結局1対1対のタイトルホルダー逃げるってことで、逃げるのは3番タイトルホルダー横山武史、スタートしての 1000m は1分ちょうどで通過しました。まあね、リードを4馬身取ります。人気を背負った馬がもう後方からなんですよね。3番タイトルホルダー、だからまあ レッドジェネシス、ディープインパクトキレーを勝った時同様、逃げる形で2コーナーリードは4馬身です。6番セファーラジエルが2番手で600を切りました、まあ、ここまで役に貸したらモンテリオジョッキー手が動いて3番手、まあ、ダイトルホルダーね。16番グラティアスが現在4番手、4コーナーカーブ、まあ、8番エアサージュ5番手で貯めています。その後リバインダブが追い上げて4コーナーカーブ、後方からビッティファルス大速レーススカラベローチェ押し上げま す。直線コースに向きました。3番タイトルホルダー先頭、いやね、3馬身またリードを決めました。これまたやっぱり3番人気のルメールジョッキー持ってくるっていうことで、まあ福永ジョッキーもヒュンバですよ、リバージンラブ、まあこれもまあ結局まあジョッキーね、勝っていう風になっちゃうんですよね。大接戦、タイトルホルダー逃げ切ってゴール。やっぱりね、長丁場は左手を決闘とジョッキーっていうセオリーになっちゃうんですよね。そして最後の菊花賞ゲートイン完了でした、ね、スタートしました。うん、ややばらついたスタート、好スタートは今年強いと言われているイクイノックス世代の4歳世代ですよね。リードを3、4馬身広げました。1周目3コーナーへ向かいます。14番アスクビクターモア2番手につけて、6番 B アストニッシド3番手、まあ、あのこのレース3着だったジャスティンパレスが翌年の天皇賞春勝つということで、まあ、阪神と京都の差もあるんで、まあ、これはちょっとあれですよね。その内からガイアフォース現在5番手、外から押し上げている黒いボーシ4番の王道の競馬ですよね。まあ、この馬も当然ながらビビンバックサンクということなので、アスクビクターモア先頭で直線コースに向かってきました。リードを3馬身4馬身広げていく、まあね、結局だ今年はディープインパクトサンクは多分いないんで、どのディープの孫系なのかそうなる感じになると思うんですよね。まあ、吉田ジョッキーも来て、うん、田辺、まあ、鮫島ジョッキーのあれですもんね。ボルドグフーシュ、アスクビクターもボルドグフーシュ並んでゴールイン、うん、まあ、全く並んだ。3着は17番のジャスティンパレス。はい、ということで菊花賞見てまいりました。まあね、やっぱり菊花賞っていうのは血統と騎手と、まあ、そこら辺が結構リピーターが多かったりするので、まあ、そのあたりを注目していけば今年の、まあ、京都、まあ、阪神から京都っていうのはあると思うんですけど、まあ、大体もうね、もうセオベタな買い方が京都菊花賞勝つと思うんで、そのあたり注目していきたいと思います。ということで、予想動画と、まあ、なんかいろいろ他にも動画やりたいと思いますんで、引き続きチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上、パカパカ TV 財津さんなら、また来週、来週は天皇賞秋。チャンネル登録高評価もろもろやってる